全世界の CO2 排出量は2018年に過去最高となりました。気候変動に立ち向かうためには異次元のイノベーションが必要です。 CCUS もその一つ。 CCUS とは工場などから排出される CO2 を回収し、それを有効利用したり蓄えたりする技術で、日本ではすでに産学官が一体となって実証事業を進めています。脱炭素社会においては二酸化炭素分離回収技術の導入はなくてはならないと考えております。例えば清掃工場の排ガスから高純度の CO2 を分離回収し、それを産業に活用することで循環型経済の仕組みを作ることができます。自分たちでも少しでも役に立つことがあるんだなと。新しい資源循環の形ですね、50年後あり得る産業の姿として一緒に働きたいとか思ってくれるような社会の仕組みを作っていけたらなと。また回収した CO2 を再生可能エネルギーで資源化し有効利用する取り組みも進んでいます。世代を超えてイノベーションで未来を切り開きましょう。